料理が上手になって、それで、それでね、私もお母さんみたいにお料理上手になったらね。私のこと、お嫁さんにしてくれる？本当？頑張る。そんなことないもん。私一生懸命頑張るもん。約束だからね。本当に本当だからね。うん、わかった。本当に約束だからね。私も今日で最後だね、学校行くの。え、スキー教室のこと忘れてるの？もう、明日からなんだよ。その貴重な青春時代をおこたで過ごすのもどうなのかな。楽しみじゃないの？うん。そうだよね。私なんて今日の夜は眠れないかも。
おはようさん。てつやくん？なんだよ二人とも。俺の顔に何かついてるのか？なんだよ、何もついてないじゃないか。ビビらすなって。なんだそんなことか。何？今年最後の日くらいは遅刻しないようにと思ってな。早めに出てきておいたのさ。なあ、俺がそのためにどれだけの労力を払ったと思ってるんだ。昨日寝た時間なんて10時だぜ、10時。あんな時間に寝たのは久々だったよ。何せ寝つけないからさ、大変だったぜ。やれ、海老原？なら
調でサボってる人がいないかチェックしなきゃいけなかったのに。うわぁ、急がなきゃ終業式始まっちゃう。あったたたたたたた。であるからして、たとえ休みの間であっても諸君らは当学園の一員たることを自覚し、あー疲れた疲れた。学園長の話長すぎだよな。それにしたって長すぎだぜ。うん、そうだな。まだ腹の虫は収まらねえけど、冬休みに免じて許してやるか。おう、もちろんだぜ。楽しみだな。大丈夫だって。今日の実績を信用してくれ。なんだよ、やけに疑り深いじゃないか。そんなに心配すんなって。信じてくれよ、この俺を。何が心配するの、なの？ん？明日のスキー教室の話さ。俺が遅刻するんじゃないかって心配してるんだよ。それは確かに心配かも。おいおい、エビ原までか。ひでえ奴らだな。でも明日なんだよ。今日が早かったから余計に心配だよ。楽しみなんだけどな。わかったよ。頼むから、その目で俺を見ないでくれ。うんうん、わかってくれればいいんだけど。今更そんなもので焦るわけがないだろうな。覚悟ならとっくに決まってるんだよ。今回は補習がなければよしとしてるんだ。そうだよね。おお、そういうお前の方こそどうなんだ。絆だったというのか。案外脆い関係だったんだね、二人とも。
みんな席についてくれるかな。海老原は成績の心配なんていらないだろうに。そんなことないよ。もうまたひどいこと言ってる。みんなが心待ちにしていた成績表をお返しします。けー、誰も待ってないっすよ。千歳ちゃん、ちなみに苦情は一切受け付けませんので。それではまず高木さんから。はい。それじゃあ次は いや、さすがにそれだけは回避できてる。ねえねえ、何の話してるの？随分とへこんでるね、哲也くん。海老原も笑いに来たのかい？この俺の見事な成績を。そんなにすごいの？今更変わるわけじゃないし。これって。
なギリギリの数値取れたね。まったくだ。これはある意味芸術と言って差し支えないと思うんだな。ちょっとばかりこれを親に見せなきゃいけないことを考えるとな。でも大丈夫じゃないのかな。赤点はほとんどないんだし。ありがとう、エビアラ。その言葉はありがたく受け取っておくよ。え？そうなの？その分、こういうことにはめちゃくちゃ厳しくてな。自業自得とはいえ今日は絞られるだろうな。そうなんだ。お大事にね、哲也くん。よろしい。